うわー、ドドンチョ、あ、うまそう。はい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 。今ゴールデンウィークさ、開催に休みなんてないわけですよ。ゴールデンウィークでバーベキューしたくて、牛タンめっちゃ好きで、牛タンってでもなんか流れ的に最初にちょちょって食べて、そっからもうみんな肉に移り変わるさ。まあ、途中牛タンもなんか邪道的な空気あるよ。そうそうそう、だからに牛タンだけを食いたくて俺は、牛タンでエンドの焼肉今まで一回もしたことなくて、それだったら一生牛タンの焼肉しようと思って今回用意したのが一人一本牛タン。なんでまあお安くないよこれは。お安くないっすよ。三人でやるバーベキューの値段じゃねえよ。ゴールデンウィークだからですよ。これ焼肉屋さん行けるやん。ロースとか挟みたいやん。ダメダメダメ、ロースは邪道。牛角行けるやん。牛角邪道邪道邪道。これチョレギサラダとかも挟みたいやん。いらないいらない、焼肉で痩せる。焼肉屋さんの美味しいタン食えるよ。いやそれよりももう3枚ぐらいでええねん、牛タンなんて。ダメ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 、1回はやってみたい。牛タンだけでフィニッシュ。牛タンでスタートし、牛タンでゴールテープ切りたい。4人グループで1皿しか頼まんよ多分、牛タンとか。でしょ、そこのもう限界超えたい。これは何、丸々焼くってことだね。そう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 、丸々一本。カットせずに、カットしない、カットしない、もったいない。筋とか処理だけして。そうそうそう、ベロ、あー、筋切りしないと。違う、これダメだな。待って、ここら辺がいつも食べてるタン。うん、見たことある、確かにこの色合い。まあここら辺まではこっちがタン元っすよね。そうそうそう、でタン中、タン先、こっちはもう煮込みとかで食う、普通。うん、硬いっすよね。あ、そうなの。うん、牛タン好きでしょ、みんな。うん、好きだけど、牛タンだけでフィニッシュしたいとは思ったことない。そうなの、好きなもので腹満たしたいってならないの。いや、なんか牛タンより好きなものがあるからな。何、あのカルビとか。うん、モーリーさんなかったの、昔プリンで腹満たしたいみたいな。ない。若い頃もなかったの。ない。牛タン定食じゃん、なんか嫌いになりそう。食いすぎると。あー、食いすぎて、うん、農家にありがちなやつだ。なんかほら、しょっちゅうそればっか食うからみたいな。へぇ、海の吉田もカニ好きすぎて、カニ食べすぎてカニアレルギーっていうか。食べすぎは良くないってことですね、同じまして。うん、でも今回の答え出たな、食べすぎは良くない。ご視聴ありがとう。ダメ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 、そういうなんかすごい大人みたいな理論持っていかないで。何や大人って。大人みたいじゃないですか、なんか想像したらわかるでしょみたいな。喉の肉が美味しいらしいですよね。おぉ、マニアックだ。いや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 。電動スライサーありますよ。マジで、どこ目指してんの、ハイサイ。長ネギをカットしてアク抜き、これをやることによって辛みがなくなるってやつだね。辛みがなくなる。うん、俺が美味しいと思う塩だれ作っていいですか。ガナスープ入れます。みじん切りニンニク。で、ああ、よかった、常識ある量だった。ごま油。336さんさ、しかも無駄に心配性だからさ、うん、もうニンニクないんじゃないかって心配して、いつもストックが溜まってきて、うん、まだあるまだあるって言っても、いや、なかったら怖いから、ま、なんかニンニク使うかい、毎回買ってくる。ボトルで、なんか常にこれが業務用。常にこれがいっぱいありよ、そういうの。なんかちっちゃいそのボトルもあるし、ちっちゃいのもあるし、うん、キューブのチューブの。この間、あのボトル4本入ってた。やべえだろ。ラーメン屋。あ、塩が入ったね。ニンニク、塩、ごま油、鶏ガラスープ。はい、じゃあ完成ですね。焼きますか。焼きましょう。もう焼きぐらいはやれよ、お前が。焼くぐらいやれよ、お前。お前、何もしてないだろ、お前。やめろな、なんか使われたなって感じだもん、俺ら。今だって、なんだかんだ文句言いながらもやってくれるだろうと思って、この時期ながら。あ、心得てんな、お前、俺らの使い方、この野郎。ちょっと、ちょい足しでごま入れていいですか。あバカ。だったら、あれどうですか、粗挽きのブラックペッパーとかも。あねー、粗挽き団いないっすね。なんでこんなにあるのに。奇跡かよ、ボンボンの調味台。粗挽きがよかったかな。またね。あー、いい匂いする。あ、美味しくない、おけがな。黒胡椒は正義。あー、高野くん焼きますか。はい、くつろいで。汁ってるね。うん、やっぱ外いいね。汁ってるってどういう意味ですか。
雰囲気よ、雰囲気。どういうこと？チルしてるってことですよ。どういうこと？なんか求めるものではないですね、答えを。そうよ。使えんやん、分からんと。これチルだなって思った瞬間がチル、うん、降りてくるよ、チルって言葉が。チルだなって思うっていうのも、チルか何か分からんと思うから。そんな質問してる時点でチルってない。ある日、その、あ、急に、あ、チルってこれかってなる。結構なんか、見た目とかでチルとか言いそうだけど、言わないわけよ。そういう感情こそもチル。チル、すべてがチル。チルはすべてに通じるって言われてるから。牛タンチルしていきますか。これね、3本一応カットしてないけど、いいの？いや、大丈夫っす。これね、でも、大きいから網が。1本ずついきましょうか。はい、じゃあ牛タン置いて、よいしょ。やるときにいいじゃない、本当は。牛タンゼロ。通らないな。通らんかな。時間もかかるな。じゃあ今日のチルに。今日のチルに。はい。チルチル。カリーみたいな。カリーみたいになってるんだよ。チル結構。判断してみて。いっちゃんも判断してみて。モーリーのチルっぷりを。モーリーさんが今結構チルしやすいと思うから。ね、好きにチルしてもらって。これは。これは。ああ。しぶってるね。色的に。簡単に色的にモーリーがじゃないんだ。牛タンがチルってさ。牛タンが。牛タンがしぶってるね、これ。もっとモーリーの体内からもチルを出してほしい。チルしていこう、モーリーさんも。もっと内に秘めるチル。おーい、それ、違うチル。違う。チル、それ。チル。今回のテーマ、チルなんすか？わかる、なんか急に。チルなのかもしれない、本当は。テーマはチルかも。究極のチルはやっぱ牛タン。これは？あー。バットチル。バットチル。バットチル。何それ。分からないんですけど。ジャンルが違ってたらいけたかもしれん。え、ジャンル、ジャンルとかもある。グッチル、グッチル。惜しい。惜しかった、今。今のキープして惜しかった ねチルを。あと3秒あったらもう、ナイスチルだったね。大チルに昇華したのに。小チル止まりだった。パーフェクトチルだったのに、もっと早かった。これは。あ、まさに。まさにっすよ。それはまさに。これはまさに。これチルなの。これはチルだの。これチルなんだ。へぇ。で、4杯目ぐらいからは、チルじゃなくなってくる。人次第。人次第。ひっくり返しまーす。はい。うわぁ、なんちゃ。あ、うまそう。おいしそう。あ、いいね。めっちゃいい匂いするじゃないですか、これ。ゼロコーラ。ゼロコーラ匂いしないです。あっちまで匂い来るか、これは。もこの二人にはまだあげれない。だってチル知ってないもん。してないね。チル知ってる。チル理解してる。チル。モーリーやっと理解したからもう食えるけど。チル。今チルしながらカメラ持ってる俺。全身で表現してみて、チル。これ違うね。だっていいっす。本当のチル見たいかじゃ。おお。食べていいからもう、分かった分かった分かった、食っていいからもうやめろ。シフトだぞそれ。もうチルじゃなくて俺の水。俺の水。それチルでいいから。どっかで止めるのかなと思ったら続くない。合格。合格、うん、合格。久しぶりにチル見た。チルだ。チル。正解なのあれ、チル。チルなの。チルじゃない。チル。あれをチルにしないと大変なことになっちゃう。全身びしゃびしゃなるとこだった。今日思ってチルになった。あれもチルとして認めます。うん、ありがとうございます。特例、特例。完全に飛んでたよね。じゃあ、ハルさんはだからチルないんですか。あの後って怖いよな。確かに順番がかわいそうすぎる。あの後って怖いよな。とんでもねえ屍の山気づきやがったな。心臓バクバクして散るどころじゃないわけ。何万単位の屍気づきやがったな。本気で声に行ってるぞ。
です。チルじゃない。これは違う。違います。これは違う。これは違うな。それは水浴び。それ水浴びよね、確かに。水浴びです。すごい。チルって何すか？これ。お茶が見せるよ。お茶が見せるよ。チルがやるのかな、チル。わかる。チルですか？チルを超えるチルしてるよ。チル。チルはですね。シルバイスシルバイスシルバイス本物のチルってのはこれ開けてですね開けてですねこう入れてからですねこれチルバイスこれがシルバイスこれがこれが超えたこいつが一番悪い悪い一番悪いこれ悪い悪いこの顔ねめっちゃ、エンマ様だね一番悪い踊ってくれんな、お前ら顔ばっかりして笑ってる手のひら踊ってくれ一番悪いもんだいや、一番悪いのこいつだろ開幕ハードルめっちゃ上がる食いたいなっつって初代が大阪がでかすぎた今別動画撮ってるぐらいめちゃくちゃなんだよ、3人3人違うとこ一緒に雨降った半身雨漏らしたでしょ、漏らした普通に雨降ったしかもさっきこっちから戻ってくれて寒いな今日話してて一緒にしょってチルですね、これが。これがチルだね。これもチル。多分、今、チル一番感じてるのはマブロックさん。俺たちもいいね。人の不幸が一番リラックスできる。じゃあもう牛タン焼けたら呼ぶから。仲間で火取ってるか。行ってみる？この辺？いやー、もうスッて行ったの。あいやー絶対うまいこれあいやこれスライスしながら食べてたら美味しいんじゃないこれはうまいもう包丁で食うなこれはうまい厚切り牛タンってやつ、うん、あ、絶対これうまいこれがこうちゃんの夢あとはもう何もいらないいや、いるいる夢は夢の一個一個にすぎないですからお天下系やったどうですか、いただきますはいこれね絶対うまいどうですかブラボーメイ始まった夢がいや終わりだいや始まったうまいお前の夢はここで終わりだ途絶えたな誰うまい熱いけど柔らかいパーティーは始まったばっかだぜボーイいいねじゃあああ、やばどうですかあら、あ、ほんとネギ合うな、これいただきますうめぇやわらかいはい一生牛タンいや牛タンこれ全部牛タンうんチルってよ、ちゃんと食べながらいや、食べるときは次の食べるときはあれ、チルがない舐めるなよちゃんと左手に用意してるだろあっ、熱々だからこれいきますかもう、次のいっちゃうよ分厚いのいただきますタレあるよ、タレあ、これタレ、味ついてない味ついてない味ついてなくてこんなうまいのこれ、マジうまいんだけどおじさんがよく言うセリフ言ってはいこんなん東京行ったのって何千円取られるよいきますねあの、ちょっと県外体験したことある人がうん柔らかいうまい、うん、美味しいよねごちそうさまでしたごちそうさまでしたあのリスナーさんからなんと真空パック機、うん、届いたんすよいただいてハイサイですごいんですよこれをプレゼントされる YouTuber ってなかなかいないだろうな、ね、なかなかいないでしょうねありがとうございますなんならこんなの使う系 YouTuber って大体持ってるからバレてたな持ってないの
すごいすごい。これで真空パック出来上がり。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、よかった。そして孫さんに報告がある。どうした？大人になりました。俺は牛タンは1、2枚でいいなって分かった。脂すごい。意外とだんだんきつくなってくるね。だから最初に食うんだろうな。ねえ、うん、元気なうちにこれを学んでしまった。大きい肉はヒレで十分だよね。でもまあいい経験になりました、うん、ありがとうございました2人とも。じゃあ後で請求書回しとくから。いやいやいや、何で1万6000いくらだった。やめてやめてやめて。これはハイセイで領収切れます。切れます。これはこうちゃんの昼ご飯なので、うん、ハイセイで領収切れます。どうすんの。切れます。これで切れたら俺、じゃあ俺の夢マンション持つことって言って、マンション建てるよ。ハイセイ資金でやってみよう。一回やってからその後領収切れるか試したらいいと思う。はい、ってことで今回は牛タンを大量に食べる夢を叶えてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。